うすき市の高校生が災害時の備蓄物資として地元産の食材を使った缶詰を市に引き渡しました市と県立海洋科学高校は2014年度に災害用の備蓄として缶詰を作ることを取り決めた覚書を結んでいて生徒たちは防災教育の一環として毎年取り組んでいます 今年は食品コースの二三年生十九人が去年十二月から役割分担しながら製造してきました。うす産のカボスぶりを使っていて、出来上がった数は一千缶余りです。代表して市役所を訪れた二年生三人が中野五郎市長に引き渡しました。今回は防災缶詰ということで一つ一つに思いを込めて作りました。 臼木市の役に立てばいいなと思いました缶詰は防災拠点施設である臼木市消防本部の備蓄倉庫で3年間保管されます